里崎チャンネル。ちょっ。こんにちは。すごい、いきなり始まりました。撮っていくから、そうですね、はい、いやもうじゃんじゃん撮っていかないと、はい、何回もね収録できないじゃないですか。はい、もうギュッと詰めて、ギュッと詰めて、はい、あの何かあったら休めるようにっていう、はい、そうです。ストップめっちゃ貯めるぞっていう、はい、いや里崎さんも忙しいですしね今ね。いやありがたいですね。うん、もう7月も休みなしですね。いやなんか結構本当にこう家にいると里崎さん何かしらになんか何かしらになんか出てるような感覚ありますもん。そうなんです、はい、ありがたいですよね。すごい。でもあとだから、はい、外国人スカウトのやつやるって言ってたんですけど、はい、いやできないですよ今もうあの3連戦総チェックで必死です、はい、いやあれ相当体力使うと思いますよ毎日毎日試合見て、はい、まあ、どっかの解説行くんで、うん、その1試合はまあしっかり、ね、生で見れるんですけど、はい、あとそこから家帰ってきて、はい、全部の試合、はい、動画で 見直して、はい、してポイント書い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 てして、はい、でよしっつってあのそれ1時間から2時間かかるじゃないですか、はい、ドラマも見れないですよ。そうですよね。調べるプラス喋ってるのも1時間ぐらい喋ってるじゃないですか。そうそう、だからあの喋りも忘れないようにメモしといて、はい、何回とか、うん、いやでもあれすごいありがたいです。何ですか。だってみんな全試合見られないじゃないですか、どうやっても、はい、あれで私も振り返ってますなんかすごい便利ですね。僕だからあれにも、はい、もし映像多分映像使えることは一生ないんですけど、はい、あのプロ野球界その映像権結構いろいろ面倒くさいんで、はい、映像使えることは一生ないですけど、うん、あれ映像使えたらもう最強っすね、はい、いやそうですねいやもう一番組以上の濃さがありますよあのこのプレーこれですみたいな、はい、ね、いやでもそれ映像使ってないのに言葉だけで説明してるからさらにすごいですね。いやもうやっぱラジオの力っすね、うん、あラジオやり慣れてるから、 あと解説とかのラジオもそうですけど、うん、やっぱこうイメージを膨らましてもらわなきゃいけないじゃないですか、うん、そういったところは難しいですけど、はい、あとポイントが分かりやすいです。すごい。そうそう、大事なね、はい、大事なキーポイントとかね、はい、だからまあテレビとかダイジェストだけじゃ分からないんで、はい、だからテレビのニュースとかダイジェストで分からないのをあれでやろうっていうね、はい、だからもうあれだけ見ときゃ大丈夫ですよ。私あれ好きですよ、グッドプレイみたいなだけどちゃんと褒めてる感じがするんですかあれいいですね、はい、あのやっぱりあの勝つとあっぱれに、はい、あの勝るものなかなかないんで、はい、もうグッドプレイみたいな英語バージョンで、いやあれいいと思います。ちょっと大変 だろうけどこう続けていただいてそうですね、はい、今日そんな話じゃないんですよ。あそうです、今日何の話ですか。保守併用性についてっていう。保守併用性、まあ、はい、僕も併用性の時もありましたし、はい、最近もね保守併用性があると思うんですけど、はい、保守併用性がの是非みたいな、はい、いいのか悪いのかっていう。だ1シーズン通してもう正捕手ってガッてこの人っていうよりも2人をこう分けて使う、2人3人を分けながら使うのがいいか、はい、1人をドンとするのがいいかっていうところの、うん、あの捕手併用性についてっていうのは今日喋りたいと思いますけど、はい、だからまあ今年でも言うと、まあ、あのソフトバンクはね回がずっと出てて、でこの前高谷出たり久喜出たりしたりして、はい、やっぱ栗原はねもうファーストとか外野に専念みたいな感じでキャッチャーはもうやらないらしいです、はい、でまあ、楽天は今のところ太田がねほぼずっと、はい、途中で変わることねあるかもわかんないですけど、はい、ほぼ太田、うん、でロッテも田村と柿沼、最近ちょっと佐藤俊也選手がそうですね、まあ、中盤出てきたりしながら、はい、うん、で、まあ、西武は森がね、ね、ずっといて、まあ、たまに岡田が出てきたりとか、はい、あとは日本ハムは清水とか宇佐美ね、うん、とかあとは、オリックスが、まあ、オリックスは若月だ ね、ずっと、うん、でまあ、セ・リーグでもねジャイアンツは小林、はい、住谷、大城、はい、まあ、小林は今怪我してますけど ね、で阪神が、まあ、最初梅野、原口、坂本って毎日違うかったけど、まあ、ここに来て梅野がねっていう形、うん、で中日が、まあ、加藤とか郡司とかマルチネスが出てきて、はい、どうなるんやっていうところもちょっとワクワクしますけどね、うん、でまあ、広島が相澤、まあ、市原、坂倉とかもそうですし、はい、まあヤクルトが今島と古賀、はい、でまあ、中村がね怪我してるっていうの、うん、で横は DeNA は伊藤、はい、戸柱とかね、うん、まあ、だからまあ基本的にどのチームもね、まあ、ほぼ併用性っていうか、はい、いうところですけど、まあ、この併用性になるかならないのかの一番のポイントは、はい、打てるかどうかです。
そうなりますよね、うん、そうですよね。だってキャッチャーいいキャッチャーはやっぱり打てってなんぼだみたいな話をね、してたじゃないですか。結局要は併用性か併用性でないかっていうのを一つの目安としては、はい、まあ、怪我とかもあって試合数減ることはあったとしても、うん、基本的に規定打席乗るか乗らないかですね、はい、で規定打席乗るためには打つしかないんですよね、うん、で打っていかないと結局チームが負けるとリードとか守備の良し悪しが悪いってなっちゃうじゃないですか、はい、でそうなると併用性取られちゃうんですよね、うん、だからあの、まあ、楽天でいうと今太田選手がずっと使われてるのは、まあ、バッティングでも貢献してるっていうのもありますけど、はい、チームが勝ってるっていうところで変えなくてもいいんですよ。確かに、だからチームが勝ってるイコール勝たせてるリードってそう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 なるじゃないですか、ね、で変えなくてもいいじゃないですか、はい、でチームがね今ちょっと波に乗り切れてないですけど、うん、西武、ね、はい、森選手、うん、あの防御率が悪かろうが、はい、チームが勝てなかろうが、うん、漏れ出ないと試合勝てないから、はい、打つからね、打ちます。だから、まあ、出るじゃないですか、はい、であのそういったところでチームがあの強いと、まあ、その選手でいけるんですけど弱くなっちゃうと、はい、打てなかったら、うん、結局変えられちゃうんですよね、はい、でそうなると併用性になってしまうっていうところで、うん、じゃあ併用性のとあの一人で行くののメリットとデメリットで考えると、はい、一人で行くののメリットはリードを線で考えられる、はい、その今日の明日のこの3連戦とか今だったら6連戦っていう線で流れで考えられるのとピッチャーとほぼ一緒だから、まあ、いい時も悪い時もよく分かりやすいっていうところのコミュニケーションの、まあ、作りやすさっていうところもあるし、でそれでもうね打撃でも、ね、森選手相澤選手みたいに活躍してたら、まあ、変える必要性もないんで、うん、その攻撃的に言っても変えないもし使わないと点数取れる確率が減るっていうところで、はい、まあ、そういうメリットもありますよね、うん、ただ、まあ、あのまあ専属にして一人で行くののデメリットは、はい、そのキャッチャーが打ってれば、はい、まあ、そんなにないですね、うーん、正直その、はい、ね、取って止めて投げるのスキルが一定、ね、プロレベルであればね、はい、でも一人で行くデメリットあったんです。ありますか、はあ、はい、そいつが怪我したら終わりです。ああ、まあそうですね、はあ、だからあの長くこれね、はい、歴史紐解けば分かりやすいんですけど、はい、長くその人がずっと出続けた人って、うん、その後ちょっとそのチーム困るんですよ、うん、代わりがいないんで、はい、だからじゃあまあ古田さん、はい、長くヤクルトでレギュラー張って、うん、もうスーパースターですよね、はい、でも古田さんの後中丸雄平まで、はい、なかなかキャッチャー決まらなかったですね、うん、だから相川を取ったりとか、はい、トレード FA とかで人を入れてくるっていうところもあるし、うん、中日でいうと谷繁さん、はい、谷繁さんがずっと張ったんで、うん、谷繁さんが引退してから今もレギュラー決まってないっていう、はい、だ1人が出続けるとそこからが決まらないから併用性になったりとか、ね、なっちゃうんですよ。で結局は打たない、うん、どっちつかず、はい、みたいな感じになって、はい、であとホークスね、うん、城島がずーっといて、はい、城島がメジャーに行ってから、うん、誰も決まらないから、うん、FA とかで細川とか鶴岡取ってくるしかないんですよ。そうですね、そうだ、 FA ですね、自分たちがいないから、はい、でやっと甲斐がね、はいはい、やっとハマったっていうところでもあるし、はい、この一人が長くやると、うん、その後のバトンタッチがまあうまくいかないんですよ。まあ、そうなるとみんなの競争になってくるんで、まあ、こうなってますよね、うん、でどっちつかずになったりとか、うん、両方こうあんまりやなってなって、はい、併用とかになって、でその中でねカチッとで梅野とか甲斐、はい、とか、はい、森と出てきたらいけるんですけど、うん、出てこなかったら併用にならざるを得ないってところで、はい、その一人が頑張りすぎると、うん、この選手が怪我したり、はい、引退すると球団で続くから次に行く人たちがいないのが、うん、一気にチーム力が下がるっていうところがデメリットですね。併用性のメリットは、はい、今と逆で、はい、どっちが怪我してもこっちがいるんで、うん、チームがなんとか保てるんですよね、はい、その最低限のところは、うんうん、であのデメリットって、はい、併用性正直ないです。あ、ないんですか。ありそうですか。逆にいや、なんか逆に決まってない方がチームとして安定してないのかなっていう印象を受けちゃってたんですよね。なんか正捕手がドーンっているところの方が、うん、まあ、ピッチャーのことも毎回その一緒で分かってるし、うん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 、っていうよう なんかイメージでも、ここ最近で言うと、はい、昨年の巨人、はい、まあ、小林がメインですけど、はい、炭谷、大城、そうですね、もうやってたりとか、はい、まあ、西武は森がね、はい、ドーンって座ってますけど、ソフトバンクでも甲斐とか、まあ、甲斐がメインで高谷がね、うん、出てきたりとかで、広島も、はい、相澤、石原とかが3連敗の時も出てきたりとかして、うん、でだから併用でも別にチーム力ってそんな下がんないんですよね。そうですね。あ、じゃあなんなら併用の方がじゃあ
同じぐらいのレベルのキャッチャーが2人いるっていう意味ではいいのかもしれないですね。チーム力としては何かあった時の危機管理としては併用にしてる方がいいですよ、うん、そうですね。そのやりとその選手がいなくなったら困るんですよ、うんうん、で併用にしてるもう一つのメリットは、うん、はい、1人の人がリードとか対策持ったやつがうまく回らない時あるんですよね。はい、打たれちゃう時もあるじゃないですか、うんうん、でそうなったら併用だと、はい、こいつの失敗を見て、はい、自分が違う対策取りやすいんですよ。あ、そうなったらハマりやすい。これがね、はい、先週の日本ハムソフトバンクの甲斐高谷の例なんですけど、はい、甲斐が最初行って、うん、まあ、ムーアとかバンテンハーブとか、まあ、たまに力があるピッチャーで、はい、速い変化球のピッチャーがメインだったっていうのもあってストレートをメイン使って、はい、バンテンハーブの時ストレートのそれで狙い打ちされて打たれたんですよね、はい、結果的に、うん、でその次の日から高谷が行ったんですよね、はい、金曜日から、うん、でそこから東山和田ってどちらかというと技巧派タイプが行ったことによって、はい、高谷はこの回の打たれ方を見てるベンチから、はい、真逆のことをやる、はい、変化ストレートも投げるけど変化球だと、うん、バンバンって抑えるんですよ、はい、でこれで、うん、高谷の回でやっぱり高谷の方が上かっていうのはちょっと無理があるんですよ、うん、これはこの回の失敗があったからこそベンチで見れてそれを真逆のことをできたことによって成功であって、はい、最初から言ってたらどうか分かんないんですよね、うん、もう一回この作業しなきゃいけなかったか分かんないんで、はい、このだから併用性のプラスは客観的にベンチで休憩しながら人のリードを見れるっていう、うん、このなんかリフレッシュ期間もすごいリードにとっては大事なんですよ、はい、勉強できるわけですね。そうです。これやってほしいけどどうなんかなっていうのは、うん、自分で確約もない中やるのって打たれるリスクもあって評価も下げるから、はい、いや本当にやるときにかなり気合いいるんですけど、はい、やってくれへんかなって見とくので、見てて、あ、いたいた、あ、打たれた、あ、やっぱりこれダメなんかっつったらそのダメなのも勉強できて、はい、自分の評価を下げなくて済むんですよ。うん、そうですね。だからその併用することによってベンチにいて人のリードとかを見ながら、はい、自分のものにしていくっていうのもすごい大事なんですよ。キャッチャーの人、ベンチにいるじゃあキャッチャーの人ってもう見てる時ってじゃほとんどその自分の味方のピッチャーの配球とか、はい、その球を見てるわけですか。そう、あ、じゃあそこ、もうそこ行ってんですね。そこだけ見てますね、相手の対応とか。で俺だとここ行けど、ここ行けへんのかな、ここ行ってほしい、相手行ったらどうなる、パー打つんや、こうなんても打つんやなとかっていうのをずっと勉強する。なるほど。だからこれで僕が一番で、僕2005年の時ね、はい、僕が80か90何試合でタスクが60か70ぐらい出て、はい、まあ、併用だったんですけど、それがだからそれはもう慣れてるから、はい、ベンチの過ごし方が慣れてるんですよね、うん、でそれが生きたのが2006年の WBC なんですよ、はい、翌年ので、あの第一ステージアメリカ台湾韓国戦は全部僕がスタメンで出て、はい、でまあ韓国に負けて2勝1敗で2次ラウンド行って、うん、はい、でその初戦アメリカ戦が上原さん先発で、はい、で谷繁さんが行ったんですよ、うん、そのスタメンが、はい、で、あ、谷繁さんどんなリードするか見とこうと思って、うん、でそれ見てて、そしたら僕は上原さんが、はい、まあ、セ・リーグのピッチャーだったんで、うん、そのイメージがフォークピッチャーっていうイメージが強くて、うん、あのフォーク中国戦の時もフォークを多投しててあんまりいい感じでできなかったんですよね、うん、でそれをアメリカ戦で谷繁さんがスライダー結構使ってたんですよ。へー。でそれを上原さんもしっかり投げてて、はい、ああ上原さんってフォークピッチャーかと思ったらスライダーとかも結構いい感じで投げてるしいいやんと思って、はい、そっからイメージが一気に出てきて、へー、でそれで次の準決勝、はい、負けられない韓国戦で上原さんと組んだ時にスライダー結構多投したんですよ、はい、でそしたら相手もフォークやと思ってるから、はい、それが見事ハマって、へー、結局0点なんですよね、まあ、上原さんは、はい、で結局その試合完封で勝ったんですけど、うん、あの全員で投げてね、はい、でこれもしアメリカ戦僕が行ってたら、はい、この発見はないんですよ。そうですね、最初に行ってたら気がつかないですもんね。全く気づかない。これはしげさんが言ってくれて、はい、上原さんをめっちゃいいリードしたからこそ見えたんですよ。だこれがあるんですよ、ベンチにいると、はい、だこういうのも併用だからこそできることなんですよ、はい、だこれってすごいプラスじゃないですか、はい、だこういうのも併用にもプラスあるし、最近はもう併用も多くなってきてるんで、併用がもうスタンダードでいいんじゃないのかなと思うんですね。まあ、どのチームも絶対にそのベンチには一人以上はキャッチャーっていますもんね、うんうんうん、だそういうキャッチャーってだものすごい勉強の方向というか、そうですね、だから6試合やって 3-3 で分けなくてもいいですけど、うん、まあ、最低でも週に1回ぐらいは違うキャッチャー使ってもいいかもわかんないですね、はい、そうですね、全部一緒じゃなくてもいいかもと思いますね。だからもし万が一何かあった時にね、うん、次行く人といきなりずっとそいつが出てていきなり違うやつがあったら、はい、投手陣もちょっと戸惑うっすよね。そうですね、慣れてないよこのキャッチャーとの、まあ、違う違うそれじゃないよって言ってね、首ばっか振るって、そうってなってくるかもわかんないんで、はい、そういうのもしながら試合に出る
ことへの、はい、その準備段階とか経験とかを、まあ、最低でも週に1回は違うキャッチャー使っていく方が僕はチームのためにね、うん、いいんじゃないのかなと思うんで、はあ、そうです、ね、まあそのまあ森みたいにね、うん、スーパーキャッチャーがいて、はい、安定的に仕事できるよっていうのを岡田が2番手にいたら、はい、そんな作戦取んなくてもいいかもわかんないですけど、ちょっと全員が横一線とかね、ちょっとぐらいの差なんだったらそういう対応を取った方が、だから楽天とかも太田ばっかりに頼りすぎると今は状態いいからいいけども、はい、こう落ちた時にあたふたするし、いなくなったらあたふたするんで、うん、まあ週に1回ぐらいはね、誰かの時に違う、じゃ山下とかね、うん、とか足立とかね、はい、使うっていくのもまあそのバタバタしないで済むんじゃないのかなって思って、ね、もしその人が怪我をしたらっていうことを考えると、ちょっとダメージでかいじゃないですか。もう多分ものすごいでかいです。でうまくいかなかったら、はい、批判もすごいんですよ、ファンの人から。それもかわいそうじゃないですか。はい、かわいそう。そうですね。なんか併用ってなんか、あ、キャッチャー固まってないんだなってイメージが若干あるんですけど、うんうん、それも一つのチームとしての厚みを増すためにもすごくいいことですね。ポジティブ併用ですね、はい、だから僕野手とかも、うん、だから楽天がこの前小深田がショートで出てて、はい、ああいうのもやっぱ取っていく、なんか勝ってるから余裕あるっていうのもあるんですけど、うん、そういうのも他のポジションでも、あのそいつばっかりじゃなくて試合途中からでもいいから、はい、だから原さんとかよくしますよね。勝ってる試合でももう坂本引っ込めたりとか、はい、丸引っ込む途中から選手変えていって、うん、1打席でも最低回るようにしてあげて、はい、そのチャンスを上げていくっていうね、最初から使うのはちょっと使いづらいけども、途中からでも勝ってる試合でも回っていって打席でも1打席も立てるような、うん、去年原監督そういう作戦取ってて、はい、あすごいなと思ったんですけど、そういうのをすることによって併用じゃないけど、うん、併用みたいな、そこでその選手のものすごい良さが出たりしますもんね。そう、うん、で経験にもなるじゃないですか、はい、そういうのもやっていくとチームの厚みも増すし、うん、その戦力が厚くなる、はい、だから戦力厚くならないって言ってるチームの人ってその人たちばっかりしか使わないからね、それは厚くならないよっていう。確かにそうですね、固まりすぎも良くないんですね。そう、うん、その一つのパースで見ればいいですけど、はい、そのね、ベンチメンバーと差が開きすぎて何かあった時に困るんで、はい、それをするね、何かあった時にはうまく回せるようにスタメンで使わなくてももう随時試合どんどん使っていくとかね、うんうん、なんかもうタイミングがあったらもうどんどん使っていって試合感を保たせるようにすることで、はい、あの層の厚みが作れるんで、うん、まあ、保守併用性もそうですけど、いろんなところで併用性を取っていって、うん、層の厚みを増すことっていうのはすごい大事なんじゃないのかなと思います。そうですね、ちょっとまた選手のじゃ起用の仕方とか細かく見てみます。そうですね、はい、だからまあ何かあった時のね、はい、備えて、はい、併用性大事っす。はい、OK。